体操の動きによって、運動強度が強め、弱めを設定しています。お体の状況に合わせて取り組みましょう。これから、この体操の主な動きの説明をします。各動きを8回または4回繰り返します。実際の体操では、これらの動きを札幌スマイルのテーマソングに合わせて実施します。エルボーダウン 両両腕ををを上げて、両肘肘下ろし、肘を体に引きつけます。肩や背中周りの筋肉を鍛え姿勢の悪化を予防します肩回し両肩に手を置き前回し後ろ回しを行います肩回りの柔軟 呼吸や発声に効果があります。ハイタッチ音楽に合わせてお隣の方と笑顔でハイタッチをしましょう体の回旋を良くし交流を促進しますツイスト肘を 反対側の膝に近づけます反対側も同様に行いますお腹や股関節周りの筋肉を鍛え体のふらつきが軽減できますトゥータッチ片足を上げつま先を反対側の手で触ります反対側も同様に行います 難しい場合は、すねを手で触ります。お腹周り、足全体の筋肉を鍛え、つまずきの予防、立ち座りを楽にします。つま先、かかと上げ、両足のつま先を上げ、次にかかとを上げます。 すねとふくらはぎを鍛え、つまずきを予防します。ニーアップ両腕で体を支えて、両足を持ち上げます。難しい場合は、片足を持ち上げます。お腹や股関節周りの筋肉を鍛え、 車の乗り降りが楽になります。開脚・もも上げ片足を上げて、大きく横に広げ、元に戻します。反対側も同様に行います。お尻周りの筋肉を鍛え、浴槽などがまたぎやすくなります。深呼吸手を上げながら、大きく息を吸い、 手を下げながら大きく息を吐きますクールダウンに効果があります体操の流れはご覧の通りですご紹介した体操は筋力トレーニングです今日出かけたいところに出かけられる今日会いたい人に会いに行けるそんな素敵な毎日を過ごすためにも運動習慣を身につけていきましょう